ありがとうございました。 連環の刑ってのはここだな。 お兄さん、一発どうですか。 いい子揃ってますよ。 このお店の人？ ええ、お兄さん寄ってってくださいよ。 サービスしときますから。 ここって 松金組がケツ持ってるんですよね。 え、何ですか。 揉め事は勘弁してくださいよ。 いや、そういうんじゃないんですけど、 八神が来たってケツ持ってる人に伝えてください。 八神？ どういうこと？ いえ、特に深い意味はないっすよ。 それじゃ、俺はこれで。 スイートビローはここだな。 あそこでタバコ吸ってんのは店員か？ 声かけりゃわかるだろ。 ったく人使い荒いな。 いいからさっさとしろ、タボ。 はいはい。 ここの店員さん？ そうだけど。 この店って松金組がケツ持ってるんですよね。 お兄さん、誰？ 八神と言います。 特に用があるわけじゃないんですけど、 八神が来たってケツ持ってる人に伝えといてくださいよ。 どういうこと？ いえ、特に深い意味はありません。 それじゃ、俺はこれで。 ここがファンタスティックロマンスだな。 あれ？ 今日もご苦労様でした。 おう、 次支払い遅れたら許さんぞ。 すいません、 今月売り上げ悪くて。 もっと営業努力しろよ。 口開けてても客は来ないぜ。 おい、タボ、 ちょうどいいじゃねえか。 あいつに挨拶しとけよ。 挨拶ね。 はいはい。 すいません、 開いてますか？ いらっしゃいま。 てめえ、 八神！ あれ？ 松金組の方。 こんばんは。 のんきに挨拶なんかしてんじゃねえ。 どの面下げて現れやがった。 ちょっと羽村の頭に会いたくてね。 どこにいるか知りません？ なんだと？ てめえ、 舐めた口聞きやがって。 頭には会えねえぜ。 ここで俺がぶっ殺してやるからな。 ハッ！
気は済んだ？くそ。このことはしっかり組に報告しておいてよ。それじゃ俺はこれで。ご苦労だったね、ターボ。バッチリだったぜ。そう？ああ、間違いねえ。羽村の野郎、すぐに手下どもよこしてくるぞ。お前はこのままもう少し町を歩き回れ。じき向こうから仕掛けてくるはずだ。わかった。よう、ターボ。もう少し人気のないとこ行ってみるか。賑やかなとこじゃ敵も襲いづらいだろうしよ。人気のないとこ？チャンピオン街のあたりがいい。ああいうとこならつい闇討ちしたくなるってもんだ。物騒なこと言うね。了解。海藤さん、気のせいかな。なんかじっと見られてる感じがするんだけど。聞こえてるか？おい、海藤さんどこだ？こっちだ。待ってろ！海藤さん、あんた敵連れてきちゃってるぞ。の居所を吐かせる。分かってるって。待て。諦めろよ。ほら、捕まえた。お前、羽村の手下だな。
あいつはどこにいる？てめえはもう終わりだ、八神。なんだと？あれ？この間とは形勢逆転だな、カイト。ハムラ。手を引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた、ハムラ。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ、親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょう。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に銃なんか向けんじゃねえ。よせカイト。誰に向かって口入れた。カイト、カイトさん。八神さん。カイトさん。ダメだよ、今は僕についてきて。大丈夫、もう誰も追ってきてない。カイトさんどうなった？ハムラに脇腹を撃たれてヤクザたちに捕まってた。その後は分かんないよ。くそ、早く助けに行かないと。お前はなんであの場所に来れた？ずっと松金組を盗聴してて、そしたら組員が集められだしたからさ、そいつらについてきた。ハムラのアジトは分からないか？盗聴してて何か手がかりになりそうな言葉は？ソレイユってビルの名前なら何度か聞こえた。ソレイユ？じゃあもしかしたらカイトさんもそこに？どうかな、そうとは限らないよ。ただカムロ町にソレイユって最近潰れたビルがあってさ。なら考えるの後でいい、行ってみよう。だね。あのビルがソレイユ。あそこでタムロしてる連中見覚えがある。松金組だ。じゃあやっぱりカイトさん、ここに連れてこられてる。外からじゃ確かめようがないな。けど今のうちなら向こうも油断してる。もう行くしかないってことね。それもできるだけ早く。八神さん、準備はいい？ああ行こう。ん？てめえ八神、なんでここが。くそ。
加減にしろ。行こう、八神さん。なあ。よし。よし。よし。てめえ、ヤガミ！抜きで時間稼げよ。へい！待たせたな。